その頃、阿部伊豆族が黒沢ずるの策で戦に勝つために暴れるようにして踊ったという名があったという話だ。我がの岩崎でも同じように踊っていたんだと。だどもどっつが先に始まってどう流れたのか、俺らもわからねえのさ。この鬼剣舞は1000年も前の昔から踊り継がれてきた。しかし発祥の訳は未だ定かでない。小田島正悦さん82歳、我が町岩崎に生まれ住み、18歳で鬼剣舞を始める。30歳の頃、優れた古い面を見て自分なりに作り続けてきた。面作りだけでなく、小田島さんは笛吹きの名人でもあるし、笛作りの名人でもある。笛を吹いて60年を越した。姫神センセーションの星義明は小田島さんの話を聞きたくてここにやってきた。数年前、この大師匠と言われる小田島正悦さんのうちで現在最も古い江戸享保17年の秘伝書が発見された。鬼剣舞を守り伝える庭元たちの血判の跡が生々しい。小田島さんの11代前の先祖たちである。しかしその秘伝由来については一言も書かれていない。この放送はご覧の各社の提供でお送りします。ご贈答に郷土のお土産に、北上アンデルセン、盛岡ショコラドパリの卓木日記、卓木旅情サブレ、平田船をどうぞ。アンデルセン、ショコラドパリがあなたの真心を伝えます。育ち始めて暮らしいい町に、魅力の1300万円台のマイホームを。糸平不動産、大型高骨付き分譲住宅、北上萩の里、待望の第2期10棟好評分譲中。北上総合医療丸吉が送る兵庫服半額セール、ただいま好評開催中。江戸妻、振袖、小紋、付け下げなど盛りだくさん。また夏物医療だんだん割引セールも同時開催中です。燃えた後の酒はうまい。菊盛りの男の酒、鬼剣舞。北上大通り1丁目、大通り歯科医院でございます。診療時間は午前9時から午後6時まで、土曜日は1時まで。電話 64-5060 大通り歯科医院。この秋ご結婚おめでとうございます。引き出物はお二人の真心を伝える風道社でお選びください。北上花巻風道社では一流ブランド品を各種取り揃えてお待ちいたしております。星義明は鬼剣舞の謎を知りたくて阿部一族が守っていた国見山を訪ねた。
これ今ごま法要やってるんですか。そのようですね。あのこちらの方ですか。三五橋のすぐ近くなんですよ。あ、そうですか。鬼剣梅ってどうやって始まったんでしょうね。私も全然知らないんですよ。この極楽寺と呼ばれる国見山の寺々は平泉より200年も古く、当時安倍氏の寺であった。ここで鬼剣梅が奉納されていたという。男山あの号だ、黒沢の。あ、すごい、駒ヶ岳お行図が天竺だから、ここの国見山でなんか、はあ、その中にある極楽寺、これはいわゆる忌み師の王者である阿鼻宇治の文化のメッカであったと思うんです。ここで阿鼻の定藤の弟の黒沢尻五郎正藤が、そこの黒沢尻作を盗んでいった場所ですね。この人たちが鬼訓練を一生懸命その踊ったっていうのは、戦に出ていくとき、いわゆる出陣の踊りですか、それから帰ってきて勝利の踊りですか、妙に剣弁を踊ったって言われてますね、はあ、川向こうの山は前九年の駅の戦で源義家が陣を張ったところ。今星義明が歩いている岸辺には安倍一族の城があった。そしてこの黒沢尻の作で安倍一族が踊ったという菓子剣梅、今は廃れてしまったが面だけが残っている。どうやらこの菓子剣梅が我が町岩崎の高田というところに伝わり、これが今の岩崎鬼剣梅となったらしい。いや、これが大口の絵なんだね。これね、これは安倍の定藤正藤兄弟の絵だもんね。これで、これは岩崎で使われてたということは、やっぱりこの菓子の方からこれはやっぱり流れてきた、あれだね、大口の絵だね。これはこれ大発見ですね。これ大収穫だ。これ昔700の寺とお堂があった極楽寺のこの地は道の区の鬼たちの聖地。鬼たちは再び津軽や白川、最上の各地から群がり集まろうとしている。男鬼よ、女鬼たちよ、仲良くやって祭りっこ盛んにするべや。いや、東北のねお祭りはねいいね、力強くてね優しいしね、だからこう胸にキュッと染みるね。だから毎年ね夏になるとこれをこう見に来ました。早くも村々の鬼たちが集まって大群舞の打ち合わせをしている。鬼を開いて構えの姿勢を取るようにだけは。祭り当日の群舞の林を岩崎が受け持つことに決まった。無論鬼の大大将である。その中に岩崎鬼剣梅の岩本和田雄一さんがいた。岩本は全ての踊りを完全な型で後の世まで伝えなければならない。この祭りを支える市役所の事務局も夜遅くまで準備に熱が入る。おう、片足かそのまま。いよいよ祭りも近い。夜遅くまで猛練習が続く。とでぐずぐずでぐずぐずとこのペッとこうやってさ、もう一回とでぐずぐずとでぐずぐず
でグズグズつのでんでんとすぐこうぶっとこう足上げて足上げてそれで次帰るぞこうすぐこう持ってきてこうその後そのままよしもう一回やってみてもう一回そのとこほれそのとこほれそのとこトーでグズグズトーでグズグズトーかけますよそうそうそうはいもう一回でグズグズでグズグズつのでんですぐこめてでグズグズって取り上げてやりますお止め上がって、上がって、はい。岩崎剣舞にはきっちりとした踊りの型、古代からの心を守り続けてきた気風と伝統の誇りがどっしり備わっている。数ある剣舞の源流が岩崎鬼剣舞である。明治大正昭和三代に健康と美容をお届けしてきた田島屋薬局です。健康と美と心の豊かさを全ての人に、これが田島屋薬局の願いです。今ビデオが一番面白い話題の VHD ビデオディスク、多彩充実のマックロードシリーズでお茶の間がそのままビデオシアターに。お求めは北上花園町高橋ラジオ店へ。お土産ご贈答にニュータイプの和風銘菓沢内三千石、お菓子の鍵屋から新発売。小豆とお餅が涼しさの中に包まれ、そしてみちのくの風味が忍ばれます。空気自ら無限のエネルギーを取り出す、石油もガスも使わない新しい給湯暖房冷房システムアクアヒートポンプ。お問い合わせは水沢北上花巻地区特約店北上梶町丸萌へどうぞ。私たち北上工業団地北栄会はより一層豊かで明るい北上市の発展を目指して努力してまいります。今日から明日へ未来を見つめる北上工業団地北栄会。一番遅くやってきた、だから一番すごいやつが来た。北上三高堂カラー現像同時プリントがなんと55分でできる夢の超スピード仕上げ。ただいま特典いろいろサマーロングランセール開催中。タクシーなら平和で安全をモットーの北上平和タクシー、安全タクシーをご利用ください。今日もあなたの信頼を乗せて運転中です。北上平和タクシー、安全タクシー。ここ十数年の間に北上の街もすっかり変わった。コーヒーを飲みに行くと若者たちがいっぱいいる。今はふるさとで仕事をしたいという若者が多いと聞く。この若者たちが祭りを支え、街の発展を支えていくのだろう。新幹線が走って1年、今年から祭りの日程が繰り上げられた。今まではお盆行事だったが、青森、秋田、仙台の祭りにつなげた。観光客は去年よりもたくさん来るだろうか。ミス・サンサたちも PR に一役買っている。ご苦労様です。だいぶいっぱいじゃないですか。もう今日は最高に。今晩からもうこれ。もう頑張りたいと思います。頑張ってください。はい。これですからね。はい。ご苦労様。祭り期間中の駅前広場では、新幹線の到着に合わせて地元の芸能が歓迎の踊りを舞う。知っている顔がにこやかに挨拶したり握手したり、あちこちからの客の目も熱心だ。お土産がいっぱいなのだろう。手荷物が大きく膨らんでいる。今日来ました。東京からです。どこからおられました。アメリカから。
アメリカですか。どこ回ってこられました。山形、山形、北上、北上、花巻、花巻、林根。どちらから。ここから。東京からですか。はい、今さっきちょうど2時何分の新幹線着いたばっかなんですよ。仙台の方から来ましたけど。仙台から。じゃあ仙台の七夕祭り見て。いえ、仙台からこっちに遊びに来たの。七夕はちょこっとだけ見て。待ち時間あったからどうしようと思ったら今これやってたもんでね、すごい助かりました。ミス三佐の小笠原香織さんは黒沢尻町小鳥崎の出身。祭りの三佐踊りはこの小鳥崎に伝わる三佐から取っている。やっぱりここには本物が残っていた。ミス三佐たちも先輩たちのしなやかな動きに合わせて夢中で踊りの輪に入っていた。そうですね、主に盆に供養カニティお墓に踊ったり、それから家具家庭を回って踊ったりしたよ。まず今伝わってるのは小賀の津ですね。北上の三佐踊りと、あるいはパリンというので少し簡単な方をやってますので、小鳥崎の方は疲れるんですか。地元で踊るに限るね、三佐は。で、夜だしね、早節もあるし、いや、ゆっぽいな。山の盆灯が若者に支えられて今静かに静かに入ってきた。安倍の定党の心が燃えて近づいてくる。空にも地にも悪霊を懲らしめる鬼たちが集まった。さあ飛べ跳ねろ道の区の鬼たちよ。やってるやってる。いやこれ見慣れない踊りだね。でもこれ面白いね。これThank you.
ますけども。ありがとうありがとう。大変ね、年ごとに下がってきて、はい、大変嬉しい。市長さん、だいぶ踊りこう、うまいんですけど。いや、うまいでしょ。いやいや、とても若い時なんか。いや、真似するのやりませんよ。あ、そうですか。若い時なんか、やっぱり。いや、やりません、全然やりません。あ、そうですか。ええ、やりますか、実にあの上手なもんですから、うん、今年でもうだいぶ参加してらっしゃるんですよ。何年目ですか、ぐらいですか。ずっと、これは始まってから22年、2回。ずっとやってらっしゃるんですか。22回やってました。そうですか。その割には上達しないです。いやいや、そうです。頑張ってください。ご苦労様です。あ、こんばんは。実行委員長でございますね。はい、そうです。どうですか今年は。今年はね、日にちを変えましてですね、今日から1週間早めの、道の芸能祭になりましたけど、おかげさまで天気恵まれましてね、今やってる三々踊りもだいぶ人数が増えまして、大変熱気ありますでしょ。これまだね、始まったばかりですけどね、はい、始まったばかりでこれくらいの熱気ですから、はい、もう9時頃になるともう大変な。これがあと2時間続くわけですけどもね、どこまで持ちますか、暑さですけども、大変燃えてるようですね。南米パラグアイって言います。南米のパラグアイ。パラグアイ。何年ぶりですか。23年ぶり。もう変わりましたでしょ。もうね、あんまり変わって歩けない。歩けない。どう、盛り上がってますか。うん、好きだから。どこから来たんですか。東京です。今日初めてでしょ。初めてです。どうですか。楽しいです。面白い。うん、やっぱりこれだけね、みんな視野上げてね、みんながこんな踊りに興じられるってすごいなと思います。東京にもね、こんなのあったらいいなってすごく、うん、どこから来ました。埼玉です。初めてですか。初めてです。感想、どうですか、お祭り、北上の。見てるよ、踊った方が楽しいです。歌え踊るやや、はやらを吹けるまで、隣村まで。同じご予算なら、より華麗に美しく、心のこもった喜びの日、北上プラザホテルのご婚礼。8月20日、21日、83年婚礼展開催。秋の基礎化粧品キャンペーンの時期となりました。メナード化粧品岩手中央販社では素敵なプレゼントを用意しております。この秋、美しさをお届けするメナード化粧品岩手中央販社。ご先祖を敬う心、大切にしたいですね。確かな技術と誠意を持ってご奉仕する旧黒甲前墓石専門の北上石材店。墓葬額もお気軽にご相談ください。北上石材店です。北上でのお宿は諏訪町みその旅館をお選びください。家庭的な雰囲気でおくつろぎいただけると評判をいただいております。北上みその旅館、真心込めてご奉仕いたします。新しい愛のステージは夢よりももっと素晴らしい。今幸せ実感、新たな旅立ち。ご婚礼の記念写真とビデオ撮影、北上小原写真がお手伝いいたします。トランスポートコミュニケーション北上地区トラック事業協同組合は、信頼と誠実をモットーに地域の発展に貢献しています。農家の皆さん、家畜の取引は売り良い買い良い、電子セリキの北上家畜市場をご利用ください。なお市場では家畜の良い餌をより安くお分けしております。うん、そうそう、その調子。はい、わっしょい、わっしょい、わっしょい。はい、踏ん張って。いや、世話してる人たちも本当にご苦労さん。鈴なりになった子供鬼たちの顔が爽やかなさざ波を作る。道の区の鬼たちがやってくる。太鼓を打ち鳴らしながらみんなに挨拶する。高館南部駒踊り。江戸時代、南部は馬の産地。その名残を示す八戸の駒踊り。八
春の牧場に放った若駒を秋に取り押さえる、その様子を踊りにしたものである。下倉田植え踊り、たどたどしい子供の口上が微笑まし。田植え踊りは普通豊年を前もって祝う小正月の踊り、今では地元の神社の秋祭りで踊られている。ご苦労様です。宮城県からでしょ。はい、そうです。北上の祭りどうですか。たまに賑やかなもんですね。あの人は立派な気持ち芸能ですよ。あのね、宮城県の方にこういうこうこういうこうお祭りあるんですか。こういうお祭りやってること大したないんですね。どうも本当今日はご苦労様でした。第2回川西念仏券売、券売のもう一つのルーツと言われる平泉文化の初代の英雄藤原清平が始めたという伝えがある。北上の橘念仏券売とお面やこしらえ、踊りの動きの一部に似たところがある。重くて大変ですね。そうですね。これ何キロぐらい。30キロ。あのお勤め、農業。農業。違います、会社員です。ご苦労さんですね。川内虎舞、どこかエキゾチックな雰囲気、ダイナミックで威勢の良い虎舞は多くの人気を呼んだ。地元では5年ごとの例祭に17メートルばかりのはしごを立てると言われる。今年は道の区の芸能が77団体1100人が集まった。草神楽、岩手県南から宮城県北にかけての南部神楽の一つ。後に出てくる林根山伏神楽の流れを組んでいる。演目は八島合戦、平泉にいた義経伝説などを脚色している。山口太鼓、地元の黒森神社に伝わる太鼓をもとにして三陸の海の音、風の音などを新しく加えている。特に雷太鼓は迫力がある。星義明も大好きである。沢檜山、山伏が伝えた神楽で万楽と言っている。舞を舞う者は杉沢生まれの者に限られている。市民会館ホールで難しい曲芸を演じた。早知根岳神楽、早知根神楽は古代の神々の動きと言葉を伝える。人々は高く美しい山の頂に神がおり、世の中の幸せを守っていると考えていた。命ながらえて災いがないようにと神楽を通し祈ってきた。我ら東北の鬼たちは1000年も前から深く長い付き合いをしてきた。平上王国が道の国できていたのだから、みんなにこやかで荒々しく
仲良しなのだ。日にちが変わったけど、はい、どうですか、人では。人では変わらないんじゃないですか。売れました。はい、おかげさまで。夜が更けるにつれ踊りの熱気が燃え上がる。いよいよフィナーレの鬼剣舞の群舞へと近づいていく。まだ早いな。どうも和田さん。和田さんです。ありがとうございます。今日はあれでしょ、鬼のまたその鬼の総大将でしょ。あ、そうです。はい、あのどうですか。いや、頑張りますよ。はい、本家に本家筋、分家に分家筋、鬼たちの孫、ひい孫、やしゃ孫が集まった。鬼たちの叫びや吠えざまを聞いてやるべ。鬼たちよ、千年の命と燃えてさらに吠えろ。北の鬼たちよ、千年の命と燃えてさらに吠えろ。アテルイ、サダトウ、キヨヒラ、北方の王者たちの雄たけびを響かせろ。いやー、もう3日間早いね、祭り終わるのは。今日の花火大会で終わっちゃいますね。星さんはこれからどんな音楽を作っていくんですか。そうだね、やっぱり失われたこう日本の心みたいなね、それから渋くね光る、そんな音楽を探っていきたいね。そうですか。あ、の花火のような。オーケーだ。玉や鍵屋だな。
ご苦労さんでした。ありがとうございます。明日からいよいよ仕事ですね。あ、そうですね、仕事頑張ってますんで、はい、どうでしょうか、今年も豊作になるかしらね。それを期待してね、頑張ってるんですけどもね。これがやっぱり天候次第でしょうね。はい、頑張ってください。はい、わかりました。どうもありがとうございます。さあ、このまま行くぞ。この3人は雨じゃ、このままよ。夜の川面に灯籠が流れ始めた。これは天の北上川にも映っている。デグスクデグスクズテンデンとデグスクデグスクズテンデンデグスクデグスクズテンデンとデグスクデグスクズテンデンデグスクデグスクズテンデンとデグスクデグスクズテンデンデグスクデグスクズテンデン。昔、戦があった時、安倍一族もこのように火に包まれて黒沢尻を逃げ落ちていったのだろうか。安倍一族、道の国の王国は一度滅んだ。しかし、鬼剣梅は残った。アテルイ、サダと清平の心を今に伝え、1000年の昔から踊り継がれて、その魂は消えることなく北上川のように今に流れている。祭りだね、パワフルだね。で、こうどっからこういうエネルギーとこう入ってくるんだね。とにかくね、安倍の貞党ってのはすごいな。さあ、俺たちも道の国の鬼の一人、いにしえの鬼たちに守られ、明日から道の国の広い広い大地を踏みしめて、天に向かって跳ねよう、踊ろう。道の国の大地に稲穂が黄金となって輝くように。